グアルティエロ・ヤコペッティ。ジャーナリスティックな視点から人間の残虐性をえぐり出し、衝撃的な問題提起を行い続けた男。彼は言う。世界で最も残酷な動物、それは人間だ。全世界を驚愕の嵐に包んだ伝説のドキュメンタリーが新世紀に復活。カンヌ映画祭に出品。その壮絶な内容は大きな物議を醸し、ヤコペッティの名を全世界に知らしめた残酷ドキュメントの傑作。1964年に劇場公開、大ヒット。1976年にリバイバル公開、またも大ヒット。当時あまりの凄まじさにカットされた映像を追加した完全版、ついに日本上陸。前作で一躍残酷描写ドキュメントのヒットメーカーとなったヤコペッティが満を持して放つシリーズ第2弾。残酷さにかけては映画史上に残るとまで言われ、高い評価を獲得した問題作。世界残酷物語シリーズで巨匠として不動の地位を築いたヤコペッティが、当時社会的話題となっていたアフリカのさまざまな問題、そして黒人たちの闘争と哀歓を衝撃的映像の連続で描く残酷ドキュメントの集大成。1966年の劇場公開、1976年のリバイバル公開に続き、42分もの日本初公開ショックシーンを追加して25年ぶりに復活。誰も見たことのないその全貌が今明らかになる。食人族のスパイクが送る20世紀の衝撃ドキュメンタリーシリーズ第2弾。奇才ヤコペッティが放つ伝説の3作、ついにその封印が解かれる時がやってきた。ヤコペッティの世界残酷物語、ヤコペッティの続世界残酷物語、ヤコペッティのさらばアフリカ。残酷ドキュメンタリーの巨匠ヤコペッティ、よみがえる伝説の3作品。ノーカット完全版で9月27日ビデオ DVD 3作同時発売。新世紀によみがえった伝説の残酷ドキュメント3作がお得なセットでも登場。ヤコペッティの残酷ボックス、9月27日同時発売。合わせてご検討ください。